片手で入力できるという幸せ。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。ようやくですね、 iPhone 6s 6s プラスがね発売されて1週間経過いたしましたね。それで結構ですね、このチャンネル見てる人はね、家電好きな方多いと思うので、実際に、新型の iPhone 買った方も大勢いらっしゃると思います。ほんでね、今から買う方もいっぱいいると思うんですけども、本日はですね、こちら、iPhone 6s を1週間使ってみてどうだったのか、そちらの方紹介していきたいなと思います。では早速いきましょう。はい、今回買ったのですね、6s、プラスより一回り小さいサイズとなります。前回はですね、プラスを買ったんですけども、6s、もちろんですね、画面小さくなりました。画面が小さくなったことで一番最初影響が大きかったのが、はい、こちら、はい、そう、パズドラでございますね。ものすごいね、これが小さくなったんだよな。こっちもできるかな。はい、わかるかな。やっぱですね、体感的に全然違います。ただですね、これ、1週間使ってみるとこの大きさにね、まあ 2,3 日もあればすぐ慣れますね。まあ特にこちらですね、今不便に思ってることは特にないような感じでございます。そして当然ではございますが、持った時のですね、このフィット感も全然違う。プラスの方はですね、なんか手帳を持ってるようなイメージなんですけども、こっちはね、ほんと薄型の最新スマホを持ってるような感じ。まあ実際そうですけどね。特に似てるのがですね、昔買った、この iPod Touch。まあこちらもですね、第何世代か忘れちゃったけどさ、昔こういう丸っこいやつモデルありますよね。これと似たような感じでございますね。これがちょっと一回り大きくなったような感じで、本当にね、フィット感、そして何よりですね、片手で入力できるという幸せ。もうどこでもですね、大体、端っこのアプリであっても届きます。まあ、ちょっとね、持つ方にコツはあるんですけども、これ裸足だったらちょっと怖いかな。ケースありだからですね、こう指に乗せるようなね、タッチの方法できるんですけども、まあ、こうぎっしりね、がっちりに握ると、ちょっと端っこのやつが若干こう厳しいかなといった感じ。で、プラスの時はですね、普通にがっちりやるとね、もうこの3列目がギリ届くかなぐらいで、すごいやりづらかった。また違うけどさ、こういったゲームでも何でもですね、片手でこんな感じでさ、操作できるようになったのもですね、いい感じだよね。これすごい楽ちん。やべ、1コンボしかしてねえじゃん。そんでやっぱですね、使って特に体感するのがですね、タッチ ID でございますね。いきますよ。せーの、ぽい。ほら、早い。まあ、そこまでですね、差はないんですけども、結構起動させるときっていっぱいあるじゃないですか。それがですね、1秒もないかな。0. 何秒でもですね、こう、早く起動するのはすごい楽ちんでございます。まあ、その他についてはですね、特にないかな。まあ、カメラについてもですね、以前、特に困ってたこともございませんし、まあ、最近撮ったので言うとね、テレーンと。何枚か撮ったけどさ。まあ、ちょっと自撮りちょっと綺麗になったかなぐらい。これはね、先日登山行った時のやつね。十分綺麗だよ。これ朝日な。これ私な。まあ、総合して、まあ、こんな感じでございますね。あとね、最近気づいたけどさ、Google Keep がね、ついに純正で出たのも、いいポイントだね。ただね、これ開くとわかるけどさ、まあ、これ私のネタ帳ね。これね、ほら、左右にあって、アーカイブがね、できないんだよな、これ。これちょっと、もうちょっとなんとかしてほしいよな、Google さんな。そんで、私は 16GB を買ってるんですけども、まあ、写真とかいっぱい撮る方はね、まあ、32とかアプリとかね、いっぱいの人は32がいいかなと。私自身はですね、まあ、アプリ自身こんぐらいしか入ってなくてですね、いっぱいになることはまあまあないね。容量についても確認しましたが、残り 5.5GB。十分だわ。はい、とまあこんな感じでございます。今回ですね、まあ iPhone 6s になってさ、まあ昨日はね良くなったってのもあるけど、何より私の場合はプラスから普通のサイズに戻れて良かった。やっぱスマホはね、
小さいに越したことないよね。まあ、他ね、悪くなった点といえば、バッテリー容量がですね、小さくなったとも言われておりますけども、まあ、私自身ですね、そこまでスマホ触んないんだよね。まあ、四六時中ですね、こうやってピコ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 やってる方はですね、ちょっとそこら辺の容量ね、物足りなくなる方もいっぱいいらっしゃるかもしれませんが、まあ、私みたいにですね、そこまでスマホを触らない方も大勢いらっしゃると思います。まあ、そういう方はですね、そこまでバッテリー容量は、まあ、気にならないのかなと。以上、こんなところでですね、iPhone 6S 1週間使ってみての感想でございました。